2021オートバックススーパー GT ラウンド4、茂木 GT300 キロレース見事優勝を飾りました2号車、ムータレーシングロータス MC 加藤大樹選手、坂口良平選手にインタビューをしたいと思いますでは、まず長いファーストスティントを担当した加藤選手ご自身のスティントを振り返っていただいていかがでしたか。朝のフリー燃料積んで レースラップは結構良さそうかなというフィーリングがあったので、えーまあ、そこからレース、まあね、17番手だったので、まあ、慌てずこう落ち着いていこうと思って、えー、走り出したんですけど、まあ、思ったより周りのペースダウンが速くて、まあ、タイヤセーブしながらでも前が落ちてきたらこう仕掛けるタイミングで攻めていってで結構、ペースが良かったので、まあ、そのまま伸ばしてもらって。 で行けるところまで行って入ろうというタイミングの時きに、まあ、ちょうどピットから車両火災があって FCY が出るかもしれないって言われて、まあ、場所、本当に燃えてたんで煙が出ててでも、これちょっと入るしかないなというお互いの判断でちょっとピットを早、まあ、一瞬早めて入ったところがギリギリで本当にカウントダウン聞きながらしてたんで、まあ、あのでも、それがなんとか滑り込めて今回、勝てたっていうのが非常に大きかったですね。 あの本当はまああのまま F C Y が出なければまあ六位ぐらいでなんとかまあ十七人スタートから六位でポイント取れればいいのかなというのがあったんで逆にこう変な欲がなくてちゃんとしたこう判断ができたのかなというのもちょっとあるんで、まあ、チームのあの、まあ、無線にもちょっと感謝したいですね。はいありがとうございます。では坂口選手四十六歳での初優勝ということで,おめでとうございます。<laughs> あのセカンドステイントは<ん>無交換でかなり、はい タイヤ的には苦しい、まあ、このコンディション気温、路面温度が50度を超えるというところで、はい、かなり苦しい、えー、後半スティントになったのかなと思うんですけれども、ね、最後、いかがでしたか、まああのまあ、とりあえずあのヘルメットをかぶって待機してたときに、ちょっと加藤選手とかチームの無線がちょっと聞けてなかったので、えー、と流れが分かってなかったんですけど、急に呼ばれたので、行ってドライバー交代だけは早くしないとと思って、しようと思って、パって見たら FCY って書いてたんで、これは。 もしかしてっていう感じだったんですけども、まあ、出ていって、まあ、ちょっと最初の FCY の時にピックアップついちゃったみたいで結構まっすぐの区間でちょっと振動が出ていて、まあ、それを取ろうと思っていると後ろからどんどん車が来るしでまた FCY が入ったとっいうことでなんかその時についちゃったみたいな形にまたなってたんですけど、あのーえー、と11号車がやっぱすごいスピードで未来に迫ってきたんですけど。 あの僕の車に追いついたときぐらいには、多分リアのトラクションがちょっとう辛そうだったので,で、僕の車は全然変化量はないんで、あの逆に加速で離、えー、せてたっていうことと、あとまあ、GT500 のラップダウンされるときが一番やっぱりポイントだと思うんで、そこだけ注意して、あの前を見ながら、えー、走れてたんですけど、まあ、本当、できすぎ。 <laughs> の勝利なので本当にあの嬉しいですけどびっくりの方もあ,のあってあのこんなこともあるんだなと46年間いろいろやってたらこういうこともあるんだなと諒君あるんです <laughs> なので諦めずやりましょうありがとうございう <laughs> 感じでした <laughs>。 昨年もロータスにエボーラに乗っていた加藤選手と、えー、昨年ブリヂストンでマザーシャーシーを経験していた坂口選手のコンビネーション今年1年目ということで、まあ、ここまで2戦を終えて今シーズン残りまだまだレースはありますが中盤戦以降に向けてはいいかかがでししょうか加藤選手お願いします、あのーまあ、当然、坂口選手からいろいろアドバイスもらったりするのもありますし、えーまあ、チームのほ、まあえーまあ、うもコラボレーションでやっているので。 えー、なかなか最初こう各々のやっのりスキルが高いんでなかなかシンクロするのが大変だったんですけど、まあ、やっぱりしてくればちゃんとやっぱりこうタイムとかリザルトに反映されるんだなというのも分かりましたし、まあ、あの本当エンジニアスタッフあと、まあ、テクニカルサポートしていただいているあのアド o b ックさんとか、まあ、本当にあの心強いんであのまだまだレースありますししっかり 僕の中でねあの去年よりもまたさらにちょっと手応えを感じているんでまあ一戦一戦頑張っていいところきたいなと思っていいまますすあ、はい、ありがとうございますでは、はい、あの本当チームの雰囲気が最初からいいんですね、でまああのもうそれがまず1つなんですけどもそこからまあ加藤さんと組ませていただいて、まあ、僕ね、ね甥っ子のセナも加藤さんに s 3時代お世話になってたりとか。 ちょうど鈴鹿の1コーナーで座っていると僕も横座って見てたりとかあと、加藤さんは結構やっぱフォーミュラー好きなんで僕もフォーミュラー好きなんでもう話合うんですよね、で昔話大好きなのでちょっとプライベートなところまで入っちゃうんですけど本当にあのやっぱ尊敬できる先輩なんで、あのー、やっぱり抑えるところを抑えるっていうかやっツボをしっかり抑えられているのも分かりますしで、まあ、冷静だし で今回のレースはちょっと入ってきた時に7月あんまりいいことないって言われてたんで、まあ、僕の力で何とかなんとかしようと思ったんですけど <laughs> あのやっぱりさすが底力があるんで本当にあのそういう雰囲気作りっていうのを、まあ、一人一人がやっていただいてるんで本当にあの1年目からコラボですけども機能してるっていう感じが本当に頼もしいですありがとうございます。次戦鈴鹿はロータスエボーラーにとっては かなり得意な部類のサーキットになると思うんですけれども、まあ、今回の優勝である程度ウエイトも積んだ状態での真夏の鈴鹿大会になります次戦鈴鹿に向けた展望をお願いいたしますあの、まあ、鈴鹿はですね本来ならばロータス得意なんですがちょっとそのまだ車のパフォーマンス的に予選の方のパフォーマンスが上げきれてないのでそこをどう鈴鹿に合わせ込んでいくかというのが今、今我々の課題なんですけれども、まあ、やっぱり えー、今回得たデータもありますし、えー、テストしたデータもあるんで、まあ、しっかりちょっと合わせ込んでいきたいなと思ってまますすありがとうございい、まあ、あの本当は茂木は、まあ、ポイントちょっと取れて鈴鹿でと思ってたんです個人的には。なんですけどう、まあ、嬉しい悩みとして、まあ、あのウェイトが乗っかってますけども早、まあ、く走らせそうな雰囲気 まあ今回のデータが使える部分もたくさんあると思いますし、まあ、あのブレーキ、タイヤ踏まえて、まあ、その辺に関しては、まあ、ロータスで鈴鹿ちょっと1回ちょっとテストしたことがあるんですけど、まあ、基本的には乗っててすごく楽しい車なんで、まあね、フォーミュラー系のベースのドライバーとすると、まあ、すごく攻めがいがあるというか、まあ、そういう感じなのでまたこういう力強いレースを、ね、できるようにしたいと思います。はい ありがとうございました。では、見事優勝を飾りました。ムータレーシングロータス mc のお2人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>